どうも、こまめたです。引き続き、無双オロチ3、やっていきたいと思います。よし。じゃあ、前回は、劉備助けた、ところで終わっていたので、で、今回は、そうそう、北条のところへ向かうんだね。うん。腕輪の情報を探りに、行こうぜっていうところだったので、では、まあ、武器もそんな変わり映えしなかったと思うので、いや、変わり映えしてたわ。なんで、一旦ちょっと武器、強くしたり装備変えたりします。よし。武器とか変えたり、ステータスアップとかしてきたので、じゃあ、進軍していきましょう。行くぜ、北条氏康。怒りの不可思議な現象は、ゼウスによってもたらされている。織田軍との死闘の後、ペルセウスはそう告白した。ゼウス、それはオリンポスの神々の頂点に君臨する王。彼は腕輪の力を使ってこの世界を作り出したのだという。全く想定していなかった言葉に全知全能なる神ってやつだ。反乱軍の面々は言葉を失う。だが反乱軍は進むしかなかった。現状腕輪と自分たちを結ぶ有力な手がかりは織田信長である。彼の情報をさらに集めるべく、反乱軍は北条氏康と対峙した。ご到着、お待ちしていましたよ。宝生さん、お父様は何と？話し合いに応じる気はないと籠城してしまいました。守りは固く、籠城戦か、攻めあぐねている状況です。まあこんなこともあろうかと水源によって毒を流しておきましたからね。陰湿だな、おい。すぐに城門も開くかと。そんな、見損なったぞ、宝生殿。なぜそのような卑怯な真似を。戦に卑怯も正義もありませんよ。まあ確かにな。大事なのは勝つこと。それもそれだけです。一理あるけれども、そういうさ、許せぬ。俺は行くぞ。いやいやいや、行くってどこへ。敵陣に決まっている。彼らが毒を口にする前に何としても止めてみせるぞ。馬長殿、困ったわね。行ってしまったわ。あの毒を流したって本当ですか？いいえ、技法をまいただけです。しかしあの馬長殿の必死さで、敵は毒の話を信じ動揺するでしょう。ああ、嘘だったのね。まあよかったけど。よかった。馬長脳筋すぎん。ご安心を。さあ、俺たちも行きましょうか。馬長殿の働きを確認する前に。無駄にはできませんからね。正直者すぎる。よし。じゃあまあ早速やっていこう。馬長殿の気となる勢い。よっしゃ、行くぜ。敵はきっと毒を流されたと信じるはずです。俺たちが噂を広めるために城の水源に向かいましょう。よっしゃ、ワッツ。二人は何としても守り抜かないと。よっしゃー、ガーラシャ強いな。早く敵に水を飲まぬよう伝えねば。宝生殿、いくら敵とはいえやりすぎだ。実際あったのかな、その戦国時代とか。まあ中国とかだったらそういう戦争の時代に毒を流すってことあったのかな。あまり歴史詳しくないからよくわかんないんだよな。よいしょ。ありそうだけどな、普通に。俺でも感心しているのですよ。
どうせあんま好きになれんな。なんかムカつくんだよな、喋り方じゃないけど。敵将、そこを動くなよ。いや、動くなって言って動かんやつはそんないないで。よっしゃー。うわ、カオスオリジン。よいしょ、これはこうだ。いけいけ、蜂の巣じゃ。おらい、倒した。あったあった。やはり噂は本当だったか。これ以上はやらせんぞ。恨みを買うなら徹底的にやらないと。敵を倒し、まあ、中途半端じゃバレちゃうからな。おい、水を飲むな。毒が入ってるぞ。俺の仲間が、すまない。いいか、絶対に飲まないでくれ。よっしゃ。なんだ、仲間が毒を流してるのにそれを知らせに来たお人よしが嫌がるの。お人よしのひどいことがあるけど。はい、よし、私が負けただと。次あっちか。すごいのね。よいしょ、素敵だわ。ペガサス、世界観ぶち壊し。ペガサス、でも神とかの、神とかが出てくるから世界観あんまぶち壊してないのかな。そう思ったら、お、瞬殺だったね。確保できました。これでますます敵は噂を信じるでしょう。実際に毒を流さず噂で敵を追い詰める。噂って怖いね。でも頃合いを見て馬長殿とお話を。二人が仲違いしたままでは皆困ってしまうわ。まあそうね。毒が流されては籠城なんて無理です。ラクシンっていうのは私が何とかしなければ。お、あっちか。反対走ってたわ。敵が突っ込んできますね。よっしゃ、蹴散らしてやりましょう。ガクシン殿、ガクシンか。勢いだけど、間違えちゃった。折れちゃった。道を切り開くのが一番槍の役目。このガク文献とお手合わせ願います。わかりました。こちらこそよろしくお願いします。よろしく。ご丁寧な挨拶恐縮です。いざ勝負といきましょう。ガク文献お手合わせ願います。いざ。よっしゃ、倒した。学神殿、敵ながらすごかったぜ。すごかったか。一方的にボコっただけだけど。邪魔者はいなくなりました。チェックポイント入った。さらに噂を広め敵を動揺させましょう。よっしゃ、このバリアすごいよな。口にしたら大男でもひとたまりもないぞ。のけぞらんくなるからガードしてくれる。めちゃくちゃ強い。よいしょ。中にいる武将だってお前の仲間だ。だからこそ黙って見ているなんてできないわ。だってお父様の娘だもの。早川殿殿、何々殿って呼ぶ人は絶対困るよね。殿殿ちゃん、何言ってんだ俺は。よし、ほら、歯応えがねえな。まあすごいのね。素敵だわ。どうも。噂の真偽を確かめた方がよかろう。鋭いな。敵が水源に向かっているようです。マジ？嘘がバレる前に始末しましょう。やばいやばい、急げ急げ。
急げ急げ、焦るな焦るな、よいしょ、もうちょっとだよ、オッケー、私が負けただと、水は俺が何とかしよう、だが今は絶対に飲まないでくれ、俺たち敵のためにずいぶん必死じゃねえか、どうも、早くない？ちょっと待って、間に合わんか？おい、オッケー、間に合え間に合え、オーペガサス早いぞ、追いつけるぞ、これは、よっしゃ頑張れ頑張れ、ペガサス頑張れ、ペガサス頑張れ、おっしゃ間に合った、工作員、工作員、工作兵、よっしゃと言いたいところですが、工作部隊を送った将も始末しておきましょう、お、嘘がバレないよ、総人か、素早く対応するなんて、やっぱりすごいです、素晴らしい活躍ね、でも無茶だけはしないで、よし、もう一丁ペガス乗って戻ろう、よっしゃバリア張ってから行くぜ、うわ、カオソルジンいる、先にあいつだ、戦いが望みと、よいしょ、容赦せんぞ、いけげー、よっしゃ、俺が恩があったのは登場の姫様なんで、ほら姫様が下ったから俺も下った、それだけです、では遠慮なくお相手する、よし、もうちょっと、もうちょっとだよ、なに、なに、誰だその技、めちゃくちゃ強いんだけど、なになに、誰、誰の技かわいそう、もういじめ、リンチじゃんこれ、3対1対3じゃないな、1,2,3,4,5,6人、1人相手に 5,6 人でやってて、よっしゃこれで城も落とせるでしょうか、堅牢な守りの一角を崩せたみたい、よっしゃいい調子だわ、バチョどこいんのそういえば、あ、あそこか、右下か、ミニマップの右下だ、やめて、本当に食べそう、その言い方その見てくれとその言い方も本当に食べちゃいそうだからやめてくれ、出てこの悪党を挑発しているのか、馬将殿は敵陣の奥深くにいるはずです、だいぶ行ったなあいつ、恩を売るために救援に向かいましょう、よいしょ、そうですね、馬将さんを早く助けに行きましょう、ツンデレなとこあるんだな、よいしょ、オッケー、めちゃくちゃ固まってんなあそこ、これでも感心しているのですよ、あれこっちじゃないな、こっちか、こっちだね、めちゃくちゃいる風魔小太郎、あ、久しぶりに本田戦勝みたい、戦ったえ、誰、どの風魔、どの風魔、よし、オッケーオッケーオッケー、いいぞ、めちゃくちゃ嫌じゃん、誰、やめて、あー、危ね、嘘だと気づかない、よし、敵を騙す、まずいけいけ、よし、オッケー、もしや
え、わからん。どいつが忙しい忙しい、めちゃくちゃ忙しいな。うわやばい、吹っ飛ばされた。うわやっちまったか。忙しい忙しい、そんなに連続でやられると忙しいな。どこ、こっち、セーフ。一人倒せばだいぶ楽になるか。よし、オッケー。いいいいいい、もう二人とも同時に忙しいんだよ。私が負けたなと。やべ、ガラシャばっか動かしてるの。素敵だ。どこどこ、オッケー。ガラシャ強いからな、一人でいけちゃうな。やらせん。あと一人か。痛い痛い痛い。よっしゃー、やっと倒した。いや忙しかったな。分身でもとっても強かったです。もう強いというかもう忙しかった。少し時間がかかってしまったわね。確かに。誰、あ、またやっちゃった、もったいない。あ、さっきこれやればよかったんだ。よっしゃ、一緒にこの者を倒そう。わあすごいのね、素敵だわ。じゃあ本当に引き込んだ。よっしゃ、援軍か、助かったぞ。お前には借りを作ってしまったな。おう、もう俺が来たからには安心だぜ。また一人を6人ぐらいでやってんの。よし、カドハメカドハメ。よっしゃ、よっ。かわいそうなことになってる。風が切れ、よし、撃破したぜ。ここまでやれば敵も大きく動揺するでしょう。毒だなんて、水も飲まずに戦えるわけがない。ビビってる奴に無理はさせらんねえ。分かったぜ、てめえらを撤退しろ。水はな、大切だからな。ようやく門が開きましたね。よっしゃ、城内へ打ち入ってやりましょう。あっちか。馬長さん、毒の話は嘘だったんです。伝えるのが遅れてごめんなさい。馬長殿も薄々気づいているのでしょ。毒の話が宝生殿の策だったと。宝生殿は俺を助けてくれたのか。最後まで話を聞かず仲間を疑った俺を。本当だよ、宝生殿。ちゃんと話聞きな。先ほどは話聞くのは大事だから。助けてくれて感謝するぞ。馬長殿が動いてくれたから策が成功したのです。救援はその恩に報いたまでに。宝生殿、この戦共に勝利をつかもう。お、宇治勝つか。宇治康じゃなかった。これも馬長殿の正義、宝生殿の策、そしてよし、直虎殿の思いやりのおかげに。いや、私なんて全然。レイスさんこそすごかったです。結構やるな。お、1000人、1000ヒットいったじゃん。よーし、オッケー。いいね、サクサク進んでるね。でも割と時間過ぎてそうだからあれだな。A 判定、いや B 判定ぐらいになっちゃうかな。よ
よし。うい。必殺技全然俺使ってないな、そういうの。ここまで来たら宇治安まで貯めて取っておこう。よし。オッケー。いいよ。よいしょ。ほら。いいね。オッケー。カオスオリジンいる。先にあっちだな。一人一人倒していくしかないですね。よいしょ。オッケー、ハチノス、ハチノス。あ、なんかオーラまとってる。強いぞこれは。よし。ほら。まずはこいつを倒せば楽になるはずだ。よし、倒した。めちゃくちゃいるじゃん武将。よいしょ。よいしょ。めちゃくちゃ固まってるな。これ使いどころか。ほら、いいね。うえー、広範囲すぎる。これはめちゃくちゃいい。開門。よいしょ。オッケー、瞬殺。次はどこ開く？こっちか。敵将、そこを動くなよ。よし。痛い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 。体力半分切ってんじゃん。試させてもらおうか。よくガラシャ一人で来れた。よっしゃ。ここまでで半分切る。逆に頑張ってる方か。よし。こっちかな。どっちだ。あっちか。あれとか、まだ生きてんじゃん。二人いたんか。よし。策の練り直しだ。どこだ。こっちか。オッケーオッケー。痛い。こんな風に押しかけることになって。姉上の事情が終わりなのでしょう。姉上なんだ。どう見てもこいつの方が兄だろ。受けすぎや。私の口から説明します。よし、倒した。次はよし、ここだね。よし、今度はウジアスが来たね。ラストか。俺たちを引っかき回したのはてめえか。礼はさせてもらうぜ。これでどうだっけ。いいでしょう。 R2 と L2 か。俺はその報復として勝利をもらいます。よっ、オッケー。心得ました。よっしゃー。うわ、全然削れてない。おっしゃ。おお、かわいそう。これも法政殿の策のおかげだ。最後はかわいそすぎる。なかなかのお人よしですね。結局は俺の策に利用されたんですよ。ギスギスすなよ。よし、勝った。聞かせてください。お父様はなぜ信長に味方していたのですか。お前らも知っての通り、あの力でねじ伏せられて仕方なくな。普通に負けて、あれか、それ以外に従ってたんだ。悪人に従う理由なんてあるのか。仕方なくやってたが、ここで負けたのは幸いだ。
これからは剣心と劉備の方につくぜ。その方が奴にとっても都合がいいだろう。おお、お父様、この軍隊がこれ以上味方につくのはいいね。そうですね、本当にこうなると頑固なんだから。まあまあ、味方も増えたしいいじゃないですか。宗神殿と学神殿、それに小太郎殿もこっちに来てくれるんですよね。うん、氏康殿がそう判断するなら鎧ガチガチ。我らにも否やわない。これよりは私たちも共に戦わせてください。挨拶代わりに教えてやろう。織田軍が持っている腕輪は一つ、残りはまだ見つけていないのでな。このお化けさん、ちっとも本気を出しやがらねえ。信長も頼む相手を間違えた。お化けさん。本気をねえ、ならこっちでは真面目に探してもらえると助かりますよ。腕輪の数は今のところ一緒ですね。でもどうして私のは何も起こらないんだろう。相模の獅子。お、氏康が仲間に入った。間がつかせが吹きすさぼう。混沌の化身ドレッドヘア。敵の盾となり学文献。うん、うわ、やっぱ B だ。時間かけすぎたな。13分以内に風魔小太郎。いや、あれいける？うまくいったみたい。なかなか大変だったけどな。ここで撃ってった方が楽か。よいしょ。特にいらなそうなやつは撃っちゃって。よし。オッケー。え、撃ったのに。うん、じゃあこの、この辺はいっか。よし。あー、終わった。いやー、大変だったな今回。何よりも世界に散らばった腕輪を探すのは風魔小太郎が早すいことではありません。忙しかった。あれ、些細な情報にも注意を払い、何としても信長より先に集めねば。リクソン久しぶりに見たな。残念、宝を探しているのは信長だけではない。あ、そうだ、ダッキーもなんかやってるんだ。ダッキーとかいう妙な女、腕輪を探しているぞ。その人ならちゃんと使いこなせるんでしょうか。落ち込むな、落ち込むな。浮かない顔ですが、何かあったのですか。え、あのすみません、私なんかのご心配をおかけしてしまって。そんな風に言わないでください。仲間の心配をするのは当然のことです。よければ本当か、ナオトラやからじゃないのか。リクソン、私どうして腕輪を使いこなせないのかなって考えていたんです。信長様みたいにできればお役に立てるのに。ナオトラ殿のせいではありません。実際この軍の誰が手にしても腕輪は反応しなかったではありませんか。それはそうですけど。あまり思い詰めないでください。今は捜索範囲を広げ、他の腕輪を見つけることだけを考えましょう。まあ、それが先決だね。次は凶悪なる難敵。仲間がたくさん増えてきましたね。賑やかになって嬉しいです。そうですね、確かにだいぶ増えてきたな。でも、もしかしたら他にも私たちみたいに急にこの世界に来て不安な人がいるかも。うん、確かにそうかもしれません。彼らを救うためにも戦力を強化するためにも何か情報を得たらすぐに動きましょう。主膳殿。わあ、急に早速だ。早速だ。来たとのことです。今すぐ迎撃に向かいましょう。わかった、リクソン。俺たちの戦歴に熱い勝利を加えよう。ちょろぎ気になるな。できれば家計を使えるような戦場だといいが。私もそれは望むところです。しかし
今回は董卓を退けることが最優先、臨機応変に対応しましょう。剣豪と人聞いて出たのは今飛ばしちゃったけど、ってことは宮本武蔵と佐々木小次郎か、その二人が来るね。よし、じゃあ今回もこの辺で終わりにしておこうかな。じゃあ次の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。